皆さん、おはようございます。上野隆子の俳句 TV、今朝の一句をお届けいたします。さて、この今朝の一句では、芭蕉の句をご紹介しております。芭蕉はですね、生涯に約1000句余りの句を残したと言われているんですけれども、その中からですね、毎朝1句ずつ ご紹介していきたいと思っております。今日はですね、ちょっと定時配信がえ遅れておりますが、えー、ご了承くださいませ。映っておりますでしょうか <laughs>、えー、それでは今日はですね、えー、場所の1区の中から9番目の句をご紹介したいと思います。 盛り。なる。梅に。素で引く。風もかな。盛りなる。梅に素で引く。風も。かな。千九百九十七年。芭蕉二十四歳の時の。句です。それでは。解説してみますね。 満開の梅の盛りを見てその美しさに何も手にすることなく帰って、えー、帰ってきた風よお前もそうであるといいなと、えー、このまま散らずにあるといいなというような思いを歌っています。 はい。えー、それではですね、今日のこの句なんですけれども、難しい言葉といたしましては、えー、そうですね、素手引くっていうのは、あのー、素手っていうのは、今の言葉で言う、えー、素の手でいいと思うんですね。だから素で、素手、素手って、 っていうのは、その、すの手のことであるということで、それを、ええー、まあ、あの、うんすでひくなので、えー、何も持たずに帰るっていうことだと思うんですね。すでひくっていうのは、す、えー、す、まあの、すの手で、手っていうことなので、えー、何も持たずに帰ると。 いいうようよなな意味かなと思いましたで「もがな」っていう言葉が今ではほとんど使われていない、えー、言葉になってしまうんですけれどもまあこれは、まあうん、助詞なんですかね、えー、ということになって「まあ、のなんとかもがな」っていうような「なんとかであるといいな」「何々があるといいな」というような「何々で あるといいなとか、何々があるといいなというような、ちょっとこう、古文的な、文法的にはね、助詞になってしまうんですけれども、そういった、まあ、現代ではあまりこと使っていない言葉なんですね。で、季語としては、梅ですよね。梅というのはもう、あの、問題なく春の季語ということで、 盛りを迎えている、こう、梅というふうに、上語、盛りなるから始まっておりますので、満開の梅ということになると思うんです。梅の花をこう、例えていると思うんですね。で、梅に、梅にすでひくが中七となります。ですから、あのー、満開のね、梅の花、 まさしく、目の盛りということで、えー、素手を引く何も持たないで、何にも持たないで、えー、帰る。引く、素手を引くっていうことなので、何も持たないで帰るということの意味なんですね、えー。ですから、この句はですね、えー、全く 梅が盛りを迎えている。一番綺麗に咲いている。もう散りそうなくらい綺麗に咲いているということだと思います。なんでもこう、盛りって言うと大体そうですよね。で、その盛りなる梅に素で引く。風もがな。これがちょっと難しいんですよね。風もが という下語これが現代人にはちょっと難しい言葉でしてまあ、えー、ちょっとね辞書などを引いてみますと「えー、もがな」という、えー、文語文法の助詞が出ておりますので、えー、その意味としては「〜何々があるといいな」とか「〜何々であるといいな」というような意味の 言葉だっていうふうに載っております。ですので、これは、えー、風もそうであるといいな、という下語なんですね。風もそうであるといいな、ということは、風も素で引くといいな、ということですよね。ですから、素のままで、えー、何も持たずに帰ってくるといいな、ということなので、 風に散らなければいいなというような意味合いだと思います。えー、梅が本当にもう盛りで、今にも散りそうなんだけれども、えー、まだあのー、何も持たずに、 梅を切ったりとか、あのーね、そんなことはしないで倒ったりとかしないで、えー、そのまんま、えー、帰ってきた自分は梅を見て満開の梅を見て、えー、帰ってきた、えー、風も、えー、そのようにまだ散らさずに通り過ぎていってくれるといいなというようなそんなような、えー、思いで書かれた句だと思います。 思います。ええー、芭蕉千六百六十七年二十四歳の時の句です。それでは最後にもう一度。今朝の一句。盛りなる。梅に。素で引く。風もかな。 たかりなる。梅に素で引く風も。かな上野貴子の今朝の一句でした。それではまた明日。バイバーイ。